アンドロイドの侵略は、イギリスの SF テレビドラマシリーズ、ドクター・フー・シーズン13の4番目のストーリー。イギリスでは1975年11月22日から12月13日にかけて BBC1 で、日本では1990年1月17日から2月7日にかけて NHKBS2 の衛星子ども劇場枠で放送された。本作の舞台は、惑星。 オセイドンとイングランドである。エイリアンのクラールがウイルスによる人類の一層と地球への侵略を計画した。かつてのシリーズプロデューサーのバリー・レッツが監督し、テリー・ネーションが脚本を担当した。テリー・ネーションがダーレクの絡まないストーリーの脚本を執筆したのは、これが11年間で初めてのことであった。ベントン役を演じたジョン・デベネの最後の登場となった。 他、かつてコンパニオンだったハリー・サリヴァン役を演じたヤン・マーターがゲスト出演し、彼もこれが最後の登場となった。村のロケに使われたオックスフォードシャーのイースト・ハグボーム本作は1956年の映画ボディ・スナッチャー、恐怖の街の影響を受け、1979年のデスティニー・オブ・ザ・ダーレックスが執筆されるまではテリネーションによる最後の脚本であった。 これは1964年のザ・キーズ・オブ・メロニス以来、初めて彼がダーレク以外の物語の脚本を書いた例である。クラールが模造した村のロケ撮影には、オックスフォードシャーのイースとハグボーンが使用された。宇宙防衛ステーションの外のシーンは、ハーウェルのナショナル・ラジオロジカル・プロテクション・ボードで撮影された。ケネス・ウィリアムズが、どんどんバカになるドクターと告評し、 ポール・コーネルらも退屈でイライラするとコメントするなど、本作には国評が寄せられている。ジョンケネス・スムーアは身近にアンドロイドが潜伏する恐怖を高評価した。ありがとうございます。